おりましたね。こいつだろう。今山崎シティにいます。うん、こいつだよな。ちょっと待って、回復しよう、回復しよう。うん、来た。おうおう、頼られすぎて困っちゃう。ステモン界のカリスマケンタ兄さんだよ。君、ケンタ兄さんとバトルしたいのかい？あんたを倒すために探していたんだ。もちろんだ。手加減なしだよ。もちろんですよ。まあいいわ、まあいいわ、うん、触れずに行こう、触れずに行こう、もう、うん、詮索はなしにしよう。スーパーチャージ、はい、スーパーチャージ、スーパーチャージのアップテンション。何た、む、むき、な、なんて、な、なんて書いてある、ムキムキマチョマチョメンってなんだ。うわ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 、あ、間違えた、待て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 、落ち着け落ち着け落ち着け、よし落ち着け落ち着け。とりあえずステキフラッシュで、道具シップ、業務用シップデラックス、状態異常のあれ、マッチョの歌、ちょっとやめてくれよそれ、ちょっとマッチョの、ちょっとマッチョの歌やめろよ。道具デラックス、素早さ高くねえこいつ、うぜえうぜえ。まあいいわ、毒ならいいわ、毒ならいい。技ステフラ、重ひでシールド、いく重ひでシールド、いやちょっと待って、いいね、重ひでシールドで道具で回復系、回復系、全体回復系、今までね、うん、ほとんど使ってなかったからね。うん、味方全員の HP、あいいね、コクの樽行こう。うん、よし、マッチュカーニバル、オッケー、問題ない問題ない、攻撃なら問題ない。ステキフラッシュ、ステキフラッシュダメかな、いやけどステキフラッシュだな。うん、強いビームで、ウフフ光線いくか、効かないだろうな、効かないだろうな。あ、けど凍ったね、オッケーオッケー、いいよいいよ。じゃあアイスショット、重ねがけ重ねがけ、強いビームでアップテンション、よし、強いビームが思いのほか食らってないな、思いのほかダメージ少ないな。アイスショット、強いビームダメだな。デスボルいく、デスボルトいく、デスボルトで、アップテンションした、ウフフ光線、ウフフ光線効かなかったんだな。兵器凍ってる、アイスショット、デスボルトもいまいちだったな。ドレインキック、もう一回アップテンションいっとく、アップテンションもう一回いっとく、いっとこう、よしよし、凍っといてそのまま。うん、よし、オッケー凍ってる、オッケーオッケー、アイスショット、漏電砲の方がいいかな、漏電砲、 MP 余裕、間違えた、アップテンションした。ちょっとエタフォぶち込んでやろうと思ったのに、氷が溶けた、アイスショット、漏電砲、エターナルフォースブリザード、よし、負けてしまったよ。なんで強さなんだ。ケンタ兄さんびっくりだ。君こそ最強のステモントレーナーだね。
帰っちゃった、うん、いやここにいたんか、もうだいぶ探したわマジで。オッケーオッケー、じゃあ実績いく、実績いくか、これで本当にもう最後じゃないかな。うん、もうやることはやったよ、できることは。じゃあ最後の実績開けさせていただこうか。落ちましてちょっと回復させとこう、うん、まだね、うん、ステモンはね本当に何があるかわからんからね、うん、でちゃんとセーブ書いとこう、うん、よし、後半ずっとビンフォルムだったな、そう考えるとビンフォルム、ずっとビンフォルムでやってたな。さあ最後の部屋、ここを開けて隣のあの白いボールが取れると。さあこれは一体何ですか。ポータブルショットガン、装備かな、つえ強えけどさ、もうさだってやることないでしょ、だってもうこんな強いのいいんだけどさ、もう全部あれよ、やり尽くした後やで、もう一応まあ装備させとくけどさ、うん、もうこれ以上のあれはないだろう、だって入れた。なんすかこれ、聖剣チョモランマ。ちょっとどれどれ、ちょっと聖剣チョモランマどれ、あった、伝説の剣チータクサイチートだわ、これはチートだわ、もう間違いないわ、うん、間違いない、これはもうプラ500はダメだろう、それは、うん、プラ500はダメだと思うわもうバランスもクソもねえよこれ、もう一応装備するけどさ、うん、じゃあここをこうしとこうか、で一個ずつずらして、あけどこれはこれでいいか、 OK、 これなんだろう、パワーストーン、氷砂糖、銀のスプーンをすべて手に入れる人だけが開けられる。まだなんかあんの？なにこれ？パワーストーン、氷砂糖、銀のスプーン。マジか。はい、ってことなんで、もうちょっと続くようです。はい。ちょっとこのパワーストーン、氷砂糖、銀のスプーンを、けどもうさ、もう全く思いつかんのやけど、落ちてそうな場所、もうほとんどまた一周してきたからね、言うて、まあとりあえず探してみます、はい。